本学では主に教員養成を学部の一つの柱としておりますけれども、教育学自体はただ子どもに対して教科を教えるということだけではなくて、子どもがそこで変わったとか成長したということを先生が今度自分の人生生き方に学び取るっていうようなこともですね、やっぱり必要だと。ということは、人と人の付き合いをやっぱり学べる学問っていうのが教育学または教育学部ということになっていくのかなと思います。子どもが科学の概念をこう作っていくっていうですね、要因を例えば子どもから見ると学習論で、教師から見ると教授論というふうにですね、いろいろな側面からその学問を見ていくことができると。で、子どもが究極的には分かりやすい、理解しやすい授業の構築を図っているという意味で、現場にも貢献できる素晴らしい学問だと思っております。理科っていう授業は教科は問題解決の教科と言われています。で、将来的に子どもが何らかの問題を出会ったとしても、それを解決していけるような力の基礎を作る教科だと思っているんですね。なので、理科を教えることによって子どもが理科好きになってくれると、この間ノーベル賞の発表もあったように、将来ノーベル賞を取るような、科学者になったり、それとか物を作るための技術者になったりという意味で、ぜひですね、理科を通して、科学を学んでもらいたいというのが意義だと思っております。少なくても物理や化学や生物や地学だけではなくて、その教科を通して問題解決、直面する問題を解決していけるタフさをですね、身につけてもらいたいとも思っています。小学校の現場で授業をいろいろやってきまして、失敗したこともあるし成功してきた事例もあるんですけれども、その成功事例に依拠しながら学生に分かりやすく、こういうふうにすると子どもが問題を持つよとか、こういうふうにするとダメだよとかっていうようなことをですね、具体的な実践例を元にしながら、講義では授業を、しているんですけれども、まず一番は子どもが好きな人、これが一番だと思います。それとやっぱり自分のことより、人のことを優先させる、周りのことをよく考えて、行動できる人、それと最後にはやっぱり理科なんで、科学や、理科という教科が好きな学生さんに理科教育を学んでもらいたいと思っています。子どもがその科学を発見したり、科学概念を作っていったりするという授業を構築できる、教師を作りたい、関東学院ではそういう学生を育てたいと思っているんですね。まず人のために関東学院大学。